福岡市旧電気年体育館は、福岡県福岡市中央区役員4丁目14番1号に、かつて存在したステージ付け体育館。九州電力が保有、管理した時代は旧電気年体育館と称し、2003年に福岡市に無償状とされてからは、名称に福岡市を監視、福岡市営となっていた。九州電力創立10周年を記念し、 1964年4月に、お年。1970年8月15日には、TBS 系列番組、8時だよ。全員集合の公開放送が行われ、ザ・ドリフターズとテレビドラマ、サインは、V の出演メンバーが、バレーボール対決した舞台でもあった。クイーンやキス、エアロスミス、エルトン・ジョンなどといった海外のアーティストが、 福岡国際センターが完成するまでコンサートでも使用していたほか、プロレス、プロボクシングなどの興行も行われていた。プロボクシングでは1975年3月27日の WBC 世界ジュニアライト級選手権、柴田国明対オールド、マクルフィー戦、2006年1月29日の WBC 世界フェザー級選手権、池人し賃貸。 腰本隆ト戦などがこの体育館で開催され、近年でも、亀田和樹、黒木優子のダブルユース王座戦などが行われた。大相撲九州場所の会場としても、福岡スポーツセンターから引き継ぎ、1974年から1980年まで使用されていた。落成以来長きにわたり、九州電力の企業営体育館であったが、2003年に建物が、 福岡市に無症状とされて、市営の単位区間となった。2005年に発生した福岡県西方沖地震では、玄海島の住民向けの避難所としても使用された。2007年より、プロバスケットボール、B リーグのライジングゼファー福岡のホームゲームに使用されていた。しかし建物の老朽化に加え、福岡アイランドシティに商用積水ハウスアリーナが完成したことにより、 2019年3月末をもって閉館となり建物は解体された。閉館に合わせ、KBC ラジオで2019年3月23日13時17時に特別番組ありがとう。旧電気年体育館が放送された。パーソナリティは沢田浩二と小川明が担当。競技場は1645平方メートル、固定席1992席。 立ち見席380人、6人立、射程28メートルの休道場が設置されていた。駐車場は150台収容。ありがとうございます。